火山から噴出した火山灰や軽石が海底に降り積もったり、海流に運ばれたりしてできた地層。海底を流れた土石流の地層。恵比寿島は伊豆半島の南部、静岡県下田市須崎の相模灘にある島。古くは恵比寿島などとも記され、また須崎恵比寿島と呼ばれることもある。なお、恵比寿島と書かれることがあるが、 国土地理院所管の地形図における記述は、恵比寿島である。島は南北に伸びた小番型で、最長で約170メートル。無人島で、陸とは、長さ50メートルほどの人道橋で結ばれている。島の周囲には遊歩道があり、環潮時には周回できる。島の南側は、環潮時には、戦場時期と呼ばれる火山閣歴岩と砂岩で構成される岩畳が現れ、 磯遊びや磯釣りの場となっている。樹木に混じってエリカ、浜湯、ツワブキなどの植物が群生する。頂上付近には、須崎恵比寿島志向島,島と恵比寿神社がある。島からは、伊豆諸島や伊老崎、三郷島が一望できる。島からは7世紀から8世紀頃と見られる、末期や最用の活石性の薄玉、手づくね土器が多数発見されている。 この最祀物があった土葬からは、焚き火跡も3箇所発見されている。このことから、海の神に祈りを捧げた場所であると考えられている。これらは恵比寿五島遺跡として、下田市の指定文化財となっている。神尾秋政、恵比寿島遺跡、伊豆下田、新道考古学講座録、小山閣、1962年、138ページ。ABCD 現地、伊豆半島。 ジオパークの解説版より、ハットグーゲルマップなどで確認。森山優太、青木久志。火山角歴岩と砂岩で構成される破色棚の形成高度の際。日本地理学会発表用詩集。年度1300億563万5710。a b 下田市教育委員会作成の解説版より、ありがとうございます。